高松市の阿字牟礼地域へやってきました。石材産業で有名な地域です。石屋さんの倉庫を改装したとても雰囲気のいいお店があるので行ってみましょう。こんにちは。これいろんな国のものが集まってますね。店主の方がいろんな国から買い付けに行って集めてくるそうです。食器からこういうランプですね。アンティークのものがいろいろ揃ってますね。駒立岩に来ました。ここは源平合戦の時に那須与一さんがあの岩のところから矢を射て船の上にある的を落としたことでも知られています。この辺りには石材屋さんがとても多くて、現在石あかり労働というお祭りが開かれているので行ってみましょう。ビー玉とかガラスと石を組み合わせてるんですね。ハート越しに、はい、坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。この海沿いの道は電線がなくてとても綺麗に屋島が見えるのでおすすめです。今回訪ねるのは高松市の屋島。平安時代には源平合戦が繰り広げられ史跡も多い地です。去年7月から山頂への自動車専用道路が無料化、また今年5月からは自転車や歩行者も通行できるようになりました。山頂からは高松市や瀬戸内海が一望でき人気のスポットです。今日はここ屋島のふもとにある老舗のお店を訪ねたいと思います。浜川三十堂さんです。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。じゃあソフトクリームを一つください。はい、ありがとうございます。何年ぐらい前からこのソフトクリームを売られてるんですか？45年ぐらい。あ、そうですか。あの大阪万博があった時に会場内でソフトクリームを食べたんです、ね、もうほんでもう家族全員で感激してしまいまして、その感動をうちでもやろうって言ってこの機械を導入して、でその時から機械はずっと変わらずに。そうです、もうそのままですね。はい、いただきます。どうぞ。ああ、滑らかで美味しいですね。私らの年代の人が来たら懐かしい味やな。ああ、本当そうですね、はい、懐かしいです。こちらおすすめの商品なんですか？これも源氏かちもちいうお菓子なんです。いただきます。あっさりしてて美味しいですね。ほんのりこう色がついてるのもなんか上品でいいですね。坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。ここは薬理の参道にあるお迎え男子様の展望台です。ここから屋島や高松市内のすごい街中がよく見えますね。今回訪ねているのは高松市の牟礼に位置する四国霊場第85番札所薬理寺とその周辺。景色を満喫した後は参拝です。五剣山という名前の通り5つの峰があるように見えるんですが、江戸時代の地震で崩落して実は4つしかないんですね。薬理三条駅から薬理ケーブルで下山したいと思います。
ですね。じゃあいただきます。はい、ありがとうございます。どうぞ。とっても美味しいです。はい、ありがとうございます。このお店されて結構長いんですか？何年前に？50年過ぎたわの。50年。お遍路さんのお客さんが多いですか？ここは月参りの人が多い。月参り、うん、毎月毎月お1日。昭和の時代は夜中でもケーブル動くよったけんの。坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。高松市のアジー群れエリアを旅します。まずやってきたのは四国最北端の竹井岬です。アジ町の竹井岬ですね。四国本土最北端です。ここアジア群れには世界的に活躍したアーティストやものづくりに関わった人たちがいっぱいいます。今日はそんな世界を覗いてみましょう。日系アメリカ人イサム・ノグチの庭園美術館や彫刻家流れ正幸さんのアトリエなど、アジ群れエリアには数多くの見どころがある中、今回訪ねるのはジョージ中島記念館です。ジョージ中島記念館ですね。桜製作場です。まずジョージ中島さんっていうのはどういった方なんですか？アメリカで日系2世で、まあ、アメリカでは木工家具の制作では、まあ、日本でいう人間国宝みたいなキャリアの方なんですけれども、中島先生自身が日本に来て日本の職人さんと一緒に何かものづくりできたらいいなということで、この讃岐民具園という職人さんとの活動に参加して新しいデザインを日本で、はい、作っていったということですね。日本でね、自立してるっていう非常にアンバランスな中に安定感があってしっかりしているんですけどね、古くなると緩んできますから崩れて壊れるっていう流れですけども、これは構造的にしっかり組んであるのでなかなかね、ばらけてしまうということが少ないんですね。坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。